いっぱいや。食べ過ぎた。嬉しい。ね、久々に行ったな。うん。美味しかったな。まあね、黙ればをね、うん、出してくれるからね。ね、本当はそこしかないね。うん。黙ればって言ってないんだけどね。石焼きレバーって言ってるからね。あれはいいんだろうか。バーナーでね、自分で焼けって言ってるからね。誰も焼いてないけどね。まあありがたいよね。そうね。もつ専門店だからこそやるんだね。美味しい。美味しい。いつぶりに行ったんだあれは。いつ半年とかじゃない。すごい久しぶりよ。そんな経った。うん、あ、忙しかったか。え、半年って何のと思った？あー、そっか、忘れた。いや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 、それ覚えて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 、ちゃんと覚えて、ちゃんと覚えて、ちゃんと覚えて。 LINE のアルバムを見てほしい。ちゃんと覚えて。あー、そっか、あの時か。そうか、いつでしょうか。いつだろうな。まあ落ち着いたらすぐ、うん、まあ割と近いしね。そう？うん。まあ新幹線もあるしさ、飛行機はちょっと高いから。新幹線も高いけど、夜行バスもあるし。うん、夜行バスね。うん、でもあそこも連れてってあげたかったな、やっぱり。あの渋谷のトゥッカーノ、あれだよ、ほら、なんかブラジルの。行ってないね、一緒に行ってない。お肉の行ってないまま行くのか。そうか。だから今度帰ってきた時は行こう、シャンパンと。うん、頑張って稼がない。頑張ってよ。文通なんてどうでしょ。いいよ、俺結構あれだよ、筆圧強い。そう？うん。思いの丈を筆圧に込めるから。ちょっとなくなる。折りすぎじゃない？私も増えましたわ。うん。絶対書く手紙は。うん、毎日書く。うわ、いや、ごめん。1週間に1回にする。あんまり頑張ると続けられないから。そうね。うん。そうしよう。揉め事には口出ししない、うん、それから酔っ払うほど酒を飲まない、うん、今日ほら見て、すごくない？すごい、すごくない？すごい。いや今日はね、飲まないって決めた、決めた、はい、うん、酔っ払ったらすぐ骨投げるから。すぐ他のテーブル骨投げるから。手羽元でしょ。手羽元、その話いいから。何年前の話してるの。印象深くて。そうだね、いろんなもの。楽しくて骨ね。一個ずつ拾う。あったね、そんなもん。骨を投げない。骨を投げない。うん。で、借金はしない。絶対しない。お金の貸し借りしない。うん。それから君の言うことはなるべく聞く。なるべくね。まあなるべくね。なるべく、でも本当になるべくちゃんと。うん、桜草の。誘いに乗ったりしない。うん。うん。うん、桜その道の誘惑に負ける。うん。あとは。は。必ず帰ってくる。止まってく？明日お見送りするし、今日は帰る。だね。正解。それは正解だ。行けば行くよ。行くよ。行くよ。そう。
しないけど、じゃあ、分かった。邪魔すんなよ。じゃあ、気をつけてね。おやすみ。今夜だけは君を抱いていたい。ああ明日の今頃は僕は汽車の中、旅立つ僕の心知っていたのか。遠く離れてしまえば愛は終わると言った。もしも許されるなら眠りに「ポケットに詰め込んで」「そのまま連れ去りたい」「ああだから今夜だけ」僕は汽車の中。
い。